バレーボールキューバ男子代表は、バレーボールの国際大会で編成される、キューバの男子バレーボールナショナルチームである。1955年に、国際バレーボール連盟へ加盟。第1回大会の1969年北、中米選手権を制し、大陸選手権最多優勝14回を誇るキューバは、北、中米カリブを代表する、強豪国である。 1970年代に1976年モントリオールオリンピック、1978年世界選手権でそれぞれ銅メダルを獲得し、1980年代に世界の第一戦へ踊り出ると、1989年ワールドカップで頂点に輝いた。1990年代には驚異的な高い身体能力を持つ代表選手の活躍により、 世界選手権とワールドカップで、それぞれ2つのメダルを獲得し、ワールドリーグで7度表彰台に立った。しかし、2000年シドニーオリンピック以降、世代交代が図られると成績は低迷し、徐々に国際大会で活躍の場を失う。2008年8月付けの FIVB ランキングでは20位まで落ち込んだが、翌2009年ワールドリーグで15歳の、 代表選手をはじめとする若手が検討し、ランキングを13位へ引き戻す。同年北中米選手権では4大会ぶりの優勝を飾った。翌年の2010年バレーボール男子世界選手権では銀メダルを獲得した。しかしその後の成績はさえず、ロンドン五輪世界最終予選で開催国ドイツにフルセットで敗れ12年ぶりの出場はならなかった。ありがとうございます。